救世主と言ってもやっていることは何でも嫌ですよ。ブリテン中を旅して妖精間のトラブルを力ずくで解決したり、100年に一度起きる厄災を力ずくで沈めていたんです。え、魔術ですか？あー、この頃は少数精鋭だったから、槍に童話魔術をエンチャントして物理で殴るが一番効率的だったというか。